90分振り返ってください、はい、まあ先制される厳しい試合でしたけど、まあ、チーム全員とし全員の共通理解として下向くことなく、自分たちのサッカーをやり続けるよということで、まあ、前向きに90分通してプレーできたのでそれが良かったと思っています。ゴールの形もすごく華麗な綺麗な形だったと思いますけど、まあ、振り返ってください。どうなんですか、まあそんな得点を決めたことはないので、まあ、毎回決めてる選手っていうのはイメージ通りっていうのか、まあ、僕の場合はもう本当にただ枠の中に思いっきり流し込んだっていう感じで、それがいい感じにキーパーからそれて入ったって感じで、まあ、狙い通りって言っていいのか分かんないですけど、けどまあ本当に基本に忠実な選択をしてそれがゴールに結びついたと思ってます。久しぶりの勝利で、はい、チームにとってかなり大きな一勝になったのかなと思うんですが、この先だけ、まあ、本当に42試合もう本当試合に優劣つけずに1試合1試合本当に戦っているつもりなので、まあ、勝ってない時も負けてない、負けてる時も、まあ、チームとして本当にやり続けることは本当に大切だと思っているので、まあ、そろそろリーグ戦も本当終盤に入っていくので、まあ、順位を意識するなと言ったらちょっと難しい時期にも入っていくので、まあ、それでも本当に今まで通り1試合1試合本当大事に戦ったことを意識してやっていきたいと思ってます。今度の目の前の試合、はい、という意味ではアウェーでの金沢戦、前半戦でちょっと敗れてる間の試合になります、はい、そのリベンジに向けた意気込みを、まあ、本当に自分たちがやっぱり J2 で目標を達成するっていう上で、まあ、同じ相手に2連敗してたらやっぱり達成するのは本当難しいと思うので、まあ、そういった面でもしっかり、勝ち点を取りに行きたいと思ってます。